皆さんこんにちは。4月1日より消化器外科主任部長として赴任しました園田博道と申します。私はこれまで大学病院で開腹手術、腹腔鏡手術、ロボット手術と数多くの手術を行い、また抗がん剤や放射線治療を加えた新たな治療法の開発を行ってきました。これからは当院であなたに対して最善の治療を提供しようと考えております。一度ご相談にいらしてください。